坂井のサブチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はねこちらですよ。何を血迷ったんですかって思うと思うんですけど、その理由はこちら。買っちゃいましたよ。なんかねオリジナル製金グッズ全4種くねくね鉛筆っていうのがついてきました。なんか去年もやったみたいでね、もうすでに今年のやつね、3月の17日かな、製金さん上げられてらっしゃったみたいですよね。はい。まあというわけで、まあ、ちょっとまずは飲んでみましょうか。飛び干せる自信がないので、今回はコップに取ってね、飲みたいかなと思います。ちょっと無理やりね、1.5 リットルをこの場で開けるほどのね、ないんですけど、まあね、変えたら焼酎とかで割って飲もうかなっていう気がしますけどね。はい。ではいただきますね。まあ普通の三ツ矢サイダーですよね。三ツ矢サイダーって水がろ過を兼ねた安心な水、製法保存料とか一切使ってないんですね。ではいただきます。いやまあ正統派ですよね。うまい。結構甘さはある方ですかね。甘みが。炭酸きつめで、これこれでうまいですよね。まあ、じゃあもう一杯飲みましょうか。いいですよね。失礼。あんまりね飲まないんですけどね、私が普段飲むのは普通の炭酸水だ、あの甘さないやつとかね好きです。最近ねありますよね、1リットルでお手頃の値段でね、炭酸砂糖とか何も入ってないのでね、ああいうの好きですね。あとはこういう甘いのもねいいですね。もうちょっと控えめの方がいいですけど、いいか、どんどん飲んじゃいますね。これは帰ってねゆっくり飲もうかなと思います。いやあの何でしたっけ、枯れた声さんね、ツイッターフォローしてるんですけど、なんかあの方はなんか今夜これ飲むんだみたいなのねツイートしてて、ああこれ飲むんだみたいな感じで、ああいうの気になりますよね。僕はこれ今日は焼酎炭酸割りで飲もうかな。これどうやって開けるんだろう。すごい、まあ、これちょっとあんま映すと良くないですよね。まあ、ちょっと隠してやると、ここを QR コード見るとね、あれらしいですよ。セイキンさんの動画が見えるらしいですよ。これ帰ってね、見ようと思います。多分これ買った人のね、特典なんで、これを出しちゃうとあんまり良くないですよね。はい、セイキンくねくね鉛筆。これ何なんですかね。手では削れないので、鉛筆削りで削ってください。開け方がね、わかんないですね。これ破かないといけないんだろうけど、破き口がわからない。あんまり派手な、あ普通にこう手で、ああこうなってるんですね。くねくね鉛筆っていうのが入ってました。これあーへえ、こうやってねぐにゃぐにゃしてるんですね。おおすごいですよね、 YouTuberね、トップ YouTuber ともなるとこういうグッズなんですよね。これイオンで売ってたんですけど、そうあの YouTuber チップスね、近所で置いてなくて、イオンはね何日かしてから行ったんですけど置いてなくて、で今回行った時はねあったみたいなんですけど売り切れみたいですね。なんかすごい人気なんですね YouTuber チップス。さすがに通販でね
箱買いしようっていう気はならなかったんですけど、あったら買おうかなぐらいではね、そういう生半可な感じじゃ手に入らないからです。まあ、自分にはもうするんですね。面白い、鉛筆削りで削れるんですね。まあ、これせっかくなんで、まあ、大事に、ね、使わせていただこうかなと思います。すごいですね。はい、というわけで今日はこちら、三ツ矢サイダー 1.5 リットルについてきた正規員さんのなんかねグッズなどと一緒に紹介してみました、まあ、以前にも炭酸水いっぱい飲んでるレビューあるのでよかったら下からご覧ください。というわけで最後までご視聴いただいてありがとうございました。